かわいい。完全に命を狙われている。すごい雄たけび。はいどうも、アニメリアクターの財前です。今回も楽しんでリアクションやっていきましょう。今回見ていくのは、白い砂のアクアトープ第8話見ていこうと思います。前回は、空也くんのちょっと掘り下げがあって、まあ本当に本格的にガマガマ水族館が終わりに向かっているよってところで終わったわけよね。まあ軽く昇級士的な感じでね。はい。そんで今回は、まあ多分また仕事が再開していくんだけど、まあ本当に何、ガマガマ水族館も閉館は確定だから、その事実に対してククルたちはどう向き合っていくのかとか、注目していきたいなというふうに思います。それでは見ていきましょう。白い砂のアクアトープ第8話。よーい、アクション。それでは見ていきましょう。よーい、スタート。クダクさん、カリンさんかな。役所だ。なんだ、移動水族館。マジで？どうするの？魚運ぶってこと？ストレスにならないそれ。おお。医者？おお、マジか。海やん。アキサミよ。おお。デージデージ。すっげーってことだね。おう、海岸編か？なんだ？なんだろう、なんだろう。はぁまに、切なもの、場所、波が、んだ。めっちゃ可愛いオープニング綺麗だし、キャラデザの人すごい。でー。ででで、ででででででで。でも大変だよな、このアニメ。多分いろんな生き物描かなきゃいけないから、めちゃめちゃアニメーターさんの苦労が計り知れない気がする。で、こういう生き物描くのすごいしんどいだろう。特にさ、水族館テーマにしてるから、なんか適当なこと描けないしな。実際に存在するとことから、いろんなとこから引っ張ってこないといけないわけだし。で、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 うわ、いいなぁ。ここ、尊いなぁ。うわぁ。でも、いい。出ないわ、高い声が。たただファーストペンギン。いやぁ、なんか PA さんって感じがして、とてもよろしい。尊い。デュリリリン。さて、移動水族館やるぞと。なんだろう、条件って。お、人手たち。え？カニ禁止？アレルギー？ K？ カニか。クラブだから C だぞ。あ、名前を言ってほしくないんだ。ゴキブリを G って読むのと一緒やな。そういう条件で OK ってことか。でも子供カニ大好きだからな。ほんとよ。でも危ないからな、カニも。指ちぎっちゃいそうだしな。お！ドクターフィッシュ？お？おー、大事。なんで？なん？お？おお、二人のゆりまっしぐらでございます。こいつも代わりか。女よりそっちだな。いいや、いいやつやな、なんか。
なんだっけ、アイドル好きで、風花ちゃんのユニットも好きだったんだよね。多分そういうあれもあったんだけど。お、え、カニいない？カニいそうだけど。今の目はカニだ。C だな。まあ、カニを K って言うなら、まあ、G も正しいか。その理論で合ってるのか。うん。まあ、程よいとこで触れ合って。おお。できる女。カリンさんいいな。好きです。さて、準備しようぜ。偉いな。ん？ああ、機材ね。マジか？やりそう。あ、やったわ。わかるな。ああ、なるよな。腰、一回やるとき。声がもう、でも、息しか出なくなるよね。腰やったとき。ヒュッ、シュッ、シュッ、みたいな。お！いえ、大丈夫です。金城さん、沖縄っぽいな、名字が。あら、まあ、大変よな。ん？ああ、なるほど。カニいて暴れちゃうんじゃないか。キャーカニーみたいな。ニュータイプか。カニがいることを察知したぞ、今。特殊能力だな。看護師長さん。でも、カニを好きになってもらいたいよね。そういう人に。あらあら。あら、カリンさんより、風花ちゃんの方が力持ち。あー、なるほどね。力仕事やろうな。かわいい。カリンさんの。さあ。水槽の裏側にカニがいたのかもしれない。あー、腰痛そう。大変よな。見てるだけで痛いもんな、腰。なんか、やったことあると。そりゃね。そうよね。水とかで汚したら悪いよ。あら、ちょっと待ってくれい。あら。ほら、カリンさんとも遊びたい。ん？どうした？子供好きなのかな？なんだなんだなんだ。今のはって言った？手伝ってもらおう。さあ、あの水槽の中にカニがいるぞ、絶対。クラブ。K のものがいるな。こんなちっちゃくてもダメそうなの。どうしてついてきちゃったの？すごいな。直で触りに行ってるな。うん、ああ、やばいやばい、逃げちゃう逃げちゃう逃げちゃう。やばいぞこれ。カニが逃げ出す。カニって意外と逃げると捕まえらんないよな。サワガニとかも。まず、落としたことも大概やけどな。うわ。隠れてやがるぜ。隠れて狙ってやがる。看護師さんたちを。なんだ？上原さん。306。女の子。お、なんだ？
あ、不審者だと思われて仕方ないな。ヒゲだるまだしな。プレゼントね。いいね。あら、グッソくん、虫もいるじゃん。そんなとこ見たことないな。そんな豊かな子なんだ。見たことあるけど、そんなシーン知らないな、そんな一面。お？すごいな、やり手やな。それで通すんだもんな。閉館すると思っちゃってるのねっていう、くくるちゃんの視線。そういうつもりでやったの。これからじゃなくて、最後のために。怒らないでよ。閉館してほしくないのは同じことだよね。でも。なるほど。水族館って基本的に市営じゃなくて公営なの？やばいやばい、カニが逃げてるぞ、カニが。そうなのか。だからこれ以上予算回せないってことなのかな。海やん。やばいやばい、助けてもらえへん。かわいい。かわいすぎる、ふうかちゃん。お。お、捕まえた？あれ、一匹足んねって。4匹いたはずなんだけど。俺はクーヤさんのこと大好きやぞ。でもなんか男だけだからいつもの3倍働いてそうよな。クーヤ、動きやすいとか言ってそう。おー、ミアン、フォローアップ。まあなあ。このままだと閉館っていう感じよな。ああ、はいはいはい。さっきの子ね。わあ。あ、ガラルファって？本当？っていうことね。そうか、連れてきてたよね。ガラルファ今回のメインだって。ああ。で、入院しちゃったのかな？だからあんなに喜んでたんだ。戻る戻れ。そうだよな。でもやばいよな。あれとか行くと生態系に影響するんじゃないか。
ああ、気まずく。危ない。タッチプール。そうね、うまいことガイドしながら、探しながら。おお、タッチプール。わあ、ナマコな。楽しいよな。菓子パン？まあ、こうみ、なんか生きてなさそうに見えて生きてるんだよな、こういう海の生き物って。まんじゅう人で。言い方。でもわからなくはない。しっかりな、手洗いして。愛理ちゃんは？大丈夫、大丈夫と。椅子は？椅子座った方がいいんじゃないか。あ、愛理ちゃん。なんで怒るの？ガラルファいるよって言わないの？ガラルファ？あれは。ガラルファ？あれ？ガラルファじゃなかったりする？なんで？どういうこと？足やっちゃったのかな？あら。腹パン。無言の腹パン。なんで見たくないんだろう。あらあら、戻しちゃうの？刺した！さ、なんという、なんという。完全に命を狙われている すごい雄たけび。けえ。あ、気に入られてるやん。俺もカニになりたい。あの看護師ちゃうさんを。なんで歯、お、なんだ。触りたいと思ってるのか？いけ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 。うわ、すごいなぁ。怖いよなぁ、でも普通。おー。かわいいだろう？顔が 大丈夫か？確かにでもゴキブリが、こう、張ってきたと思うと、俺も、ああなるかもな。一回修学旅行でさ、足かいいなと思って、すね毛だと思ってさ、すね毛が風に当たってるかと思ったらゴキブリだった時あったわ。ま、手が震えた。はぁーってなった。あれと同じだろうな。よかったよかった。なんだなんだ。何があったんだ？手入れてみよう。おー、みんな食べに来て、古い角質を食べてくれんだよね。うん。病気を治してくれると思ったのかな？ いいなぁ。ドクターフィッシュは有名だけど、ガラルファっていう名前だとは思わなかった、知らなかったなぁ。何？何？治ったら何かしてくれる？うわぁ。おぉ、いいね。おぉ。また裏切ることになってしまうかもというとこね。
系が。夏目漱石の、なんか、心みたいなこと言ってるな。まあ、そうよな。ちょっと衛生的な。おお、優しい。優しい。あんだけ嫌いな生物に体をまとわりつかれてたのにな。おー。優しい、優しいですね。これで本当に夏目漱石も報われるだろう。おー、仲直りもして。ん？なんだ？そうなんだ。でもなんでそっちに行かなかったんだろう。うん。ああ、なるほどね。うん。へえ。羨ましいからこそ後押しをしてあげたくなるんだ。そうだね。いやー、いいなぁ。なんか、風花ちゃんは風花ちゃんで癒しになってるのがいいなぁ、すごい。いやー、それぞれの人間模様がいいなぁ。ドラマがあるね、一人一人に。海やんもそうだし。いやー、ガマガマなんとかならねえか。いや、なんとかならんか、ガマガマ。なんとか、ちくしょう、俺が金持ちだったらな。俺がもう5億ぐらい持ってたらもうガマガマに融資をしていたかもしれない。誰か頼むよ、本当に。でもなんかなんだろうな。やっぱり光栄なのかな。だからこそ、教会やなんか役所だったりっていう回す予算がないんだろうな。回収ができてないから。ってなるとより厳しいよな。マジで。やっぱり銀行的にも、なんか大人的な話をしちゃうと、やっぱり銀行的にも、役所的にも、お金を受け取るにはやっぱりそれなりの将来性を示さなきゃいけないわけだよね、この作品って。このガマガマ水族館っていうのは。そんだけの将来性があるかって言われたら、まあ、かなり時間が経っちゃってるから、この1ヶ月で再生しきれるかっていうのは難しいとこだな。もう、半沢直樹に頼るしかないんだろうな、この再生となるとな。なんとかならんか、マジで厳しいな、これは。評価はどんどん上がっていくけど、これは売上とか実績につながってるかって言われたら微妙なとこだからね。地域に愛されるだけじゃやっていけないんだろうな。特に水族館お金かかるしな。はぁ、難しいわ。で、新しく水族館できるってなるから、そっちに良さを回したいわけだもんね。いや、これ厳しいぞ。お、C?ハエバルチュー。南風原、ハエバル。うわぁ、これティンガーラってあれだろう。新しい水族館だろう。研修、なぁ。はい、というわけで見終わったわけなんですけど、これはどうなるのやらというところでございますよ。いや、ティンガーラっていう単語が出てきたね。これは確かこれ、何
この原作の著作権者だったり団体がプロジェクトティンガーラっていうんだよね。このティンガーラが何を意味するのかっていうところはかなり重要であるから、多分これからできる水族館のティンガーラっていうのはめちゃめちゃ重要な存在になっていくわけよな。いやーこれマジでどうするよ本当に。いやーもうなんか避けられない運命みたいなものがありつつも、なんかそれを何なんかなーなんかそれを受け入れられないだったり、知らない人にこうガマガマまた行くからねって言われたのはすごい辛いところがありますね。僕もアイドルの握手会の時にこの番組次また見ますねって言ったら、あ、私その番組レギュラー終わりましたって言われて、俺はもうすごい気まずい空気になったのと、なんかすごい同じところはあるんだろうなっていうふうに思ってるんですけど、いやーマジであれよなーっていうとこですね。いやーまあでも言わない海庵は偉いよ。でもなんかやっぱり、また終わるんだよっていう風に伝えられないよな。でもやっぱり終わっちゃうんだ、閉館しちゃうんだよって、もうどうするのよ、何が正解なのかわからんち、マジで。いやーもうどうしたらいいのマジで。なんかほのぼのとした中でどんどん暗雲みたいなものは近づいてきてて、やっぱりこう閉館の期限っていうのはどんどん近づいてきてるわけよね。いやーマジでわからんな。いやでも最後のククルはいいよね。あ、なんかライバル来たみたいな。みたいな。可愛いな。ククルは結構露骨に顔に出るから可愛いよね、思ってることが。やっぱりこうさ、なんか、カリンさんにさ、こう終わってる？何？ガマガマはもう閉館するからみたいなこと言われた時にさ、もう露骨に顔に出てたよね。はぁ、結局、この人もそういうこと考えるんだ、みたいな顔をしてたのがまたいいよね。その素直なところはククルちゃんのいいところだとは思うけどね。こう、まっすぐすぎるのが時に難点ではあるけど。いや、いいな。なんかキャラクターが出来上がってきたね。なんかこう、すごいしっかり者だけど、ちょっとところどころちょっと抜けてるおとぼけなこの風花ちゃんとかもさ、またいいよね。なんかあのカニーって言ってるところめちゃめちゃ可愛かった。マジいいよな。いやー、なんかいいですね。こうドラマをこう掘り下げられていくから、どんどんそのキャラクターがどんどん好きになるっていうのは、いいですね。やっぱりたまらんところではありますね。いやー本当に閉館するのか？閉館するってなったら、だってそうなったら、まあ、だって風花ちゃんも帰んなきゃいけないから、この先どうなっていくんだろうな。展開が読めん一切。ただやっぱりこういわゆるさ、なんかオールウェイズ旧大天の二郎じゃないけどさ、オールウェイズ面白いよね。どの話も全然なんかしっかり山あり谷ありで面白いですね。なんかいわゆるハズレ界に近いものが一切ないのがめちゃめちゃやっぱりいいですね。なんかそれは白箱を放出させる、こう毎回見ててふうっていう風に満足できるっていうのは本当になんかいい兆候なのかなっていう風に思う。なんか本当に PA さん本気出しに来てんだなっていうところはありますね。はい、いやー楽しみですね。これからもいろんなキャラクターの掘り下げだったりとかドラマにね期待して見ていこうかなという風に思います。いやーハエバルさんライバルも来たしな、どうなっていくんだろうね。はい、まあそんな感じで終わろうと思います。今回のまとめ、ズドン、チャンネル登録お願いします。はい、というわけで今回はこんな感じで終わろうと思います。なんかコメントあればください。うわククルちゃんとか、カニのあのビビってるの可愛いとか、カニ可愛いとか、アイリちゃん可愛いとか、フーカちゃん可愛い、カリンさん結婚してとか、いろいろとお待ちしておりますので、ぜひとも、いろいろコメントください。海庵も良かったね。はい、そんな感じで終わります。以上、白い砂の赤トップ、第9話じゃないや、第8話でした。バイバイ。